オオーディオブックホマコー登山部ダイアリーこの俺冬峰トーマの告白シミュレーションは完璧だったそのはずだったんだけどな何がどうしてこうなったんだ高校に入学してすぐ片思いの子に告白したはずの俺はなぜかまるで知らない登山部に入ることになっていた さざねけちょ。朗読。有栖徹。青山よしの。野のまも森ゆ子竹内俊介。植木伸英。久遠恵理さ青春の坂道を駆け上がる。登山部ラブコメ一号目。オーディオブック。ほまこう登山部ダイアリー。 各オオーディオブック配信ストアにて販売中。